全部飛行機飛ばないみたいになっちゃって、いい思いはするには多少戦わないといけない。下がね、ハワイの買い物トークはですね、大きい、今僕たちはミラノにやってきました。イエーイ。ごめん、1日目はでもバタバタしすぎてカメラを回すのも忘れちゃって、昨日本当に大変だった。そういえば朝の、午後の12時ぐらいから1個目のショーがあったんだけど、ちょっと余裕を持って到着でヘアメイク入るみたいな予定だったんだけど、なんと北京で飛行機が凍ってしまって、はい、もう飛びません、誰もみたいになって。そうで、しかもなんかその北京はそんな寒くなかったんですけど、中国がなんかマイナス50度になったらしくて、そういう影響でもう本当飛行機が凍って、もう全部飛行機飛ばないみたいになっちゃって、4時間遅れでなんとか飛んだので、もう私たち空港から直ヘアメイク直ショーみたいな感じで、すごいタイトなスケジュールを送ってたので、今日はちょっとのんびりちょっとフルなバッグと共に過ごしていきたいと思います。さっき起きた、わかる。明日もね、ちょっとなんか今日からはちゃんと服だったり、せっかくファッションウィークだからお届けできたらなと思います。ドームの中にあるレストランにやってきました。で、今3時30分なので、メニューが3つしかなくて、ピザとベジタリアンピザとハンバーガーしかないんですけど、でも普段ランチタイムとかに来るとどうもここら辺レストラン全部めっちゃ並ぶんだよね。で、しかも結構ここら辺のレストラン大体値段も料理も大体似たような感じなので、なんでまどこ入っても結構同じなんですけど、すごい並びたくない方はこういうちょっと遅めな時間に来るのがおすすめです。メニュー3つしかないけど、でも結構店の感じ違う、あ、店の雰囲気は似てるけど、ここの店すごい可愛いと思います。ここはお友達が勧めてくれたお店なんだけど、別になんかそれ目指して来たわけじゃないけど、久しぶりに来れました。で、ピザにちょっと厚みがあって、それがすごい可愛くて美味しいので、また届いたらご紹介させてください。甘かった気がしない、忘れちゃったな。でも美味しいっていう単語で覚えてる、うん、ここのピザはうまいっていう単語で覚えてる。味とかは忘れちゃったけど、僕はね、ピーチティーとアイスカフェラテ頼みました。来たよ、やばいね、やばいね、すごい見てる、この分厚さ、ちょうどよくて、熱いお皿大丈夫、こんなに分厚いピザある、まだ食べないね、私も太りすぎた怖い、怖いんだけどすごい可愛いピザ、ありがとうございます。まあ、お気に、お気にやで、あれ、メレデ、ありがとう、メレデ、かわいい泥棒なの、僕はよく泥棒する、メレデ、かわいい、はい、OK、 じゃあいただきましょう、いただきます、そう、お時間がね、今日もね、はい、バタバタなのでちょっと急いでみて、はい、いただきます。ね、さっきさ、気づいたんだけどさ、どう思ってさ、特にさ、ここだと思うんだけど、ウォンカの撮影場所じゃない？え、てか見てても思ったの、あれドームじゃないみたいな、ドームじゃない、めっちゃ今もう一回気づいた、やっぱそうだよねみたいな、すごい、めっちゃ嬉しい。あの最初にウォンカがそのドームでまずチョコを試食販売みたいなするところですよね。すごい、空飛ぶところですよね、はいはいはい、バーバーなんか、すごい、食べな、じゃあ、はい、いただきます。もう本当に私首に取りすぎてるけど、ピザとか本当に美味しくて大好きだから、もうしょうがない、しょうがないね。ブラータチーズなんだけど、私本当に大好き、以前セレクトブランドみたいなのを知ってた時に、ブランド名ブラータにするぐらい大好きなんですよ、ブラータチーズが。嬉しい、いただきます。上手。上手。
ミカさんがね、こういうパーティーには積極的に来た方がいいっていうので、今回のファッションウィークは積極的に参加していきたいと思います。アンミカさんの助言のおかげでちょっと頑張っていきたいと思います。本当にいろんなシチュエーションに使える、さっきみたいなカジュアルな感じも使えるし、これすごい個性的なちょっととんがってるファッションにめっちゃ合うから、いろんなシチュエーションで使えると、はい、水色で使いづらいかなと思うんですけど、結構いろんな色に合う。もしかしたらミラノが今のところ世界一です。美味しい。
うまい。